こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい、では今日はですね、かっこいいと思わせる女性の弱点の続き方というお話をさせていただきたいと思います。はい、男性として生まれたんだったら、女性にかっこいいって思われたいっていう気持ちはね、絶対あると思うんですよ。それってとても素敵なことだと思うんですよね。モテたいとかかっこいいって思われたいっていう気持ちがなかったら何もする気にならないと思うんですよ。で、その気持ちっていうのをすごく大切にしていただきたいと思います。で、女性からかっこいいって思われるには特別な何かをしなくてはいけないというわけではないんですね。そういうふうに思うかもしれないんだけれども、女性からかっこいいと思われるのはとても簡単です。皆さんが思う、あなたが思うように難しいことは何一つないわけですね。なので今日はですね、そのポイントを含めてお話をさせていただきますので、今日の内容も楽しみに聞いていただければと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE の友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には3つのモテる動画を無料でプレゼントさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、ではですね、かっこいいって思わせる女性の弱点の続き方5つ。まず1つ目、1つ目はですね、褒められることに女性は弱いです。で、多くの男性がなんでそういう思考になるかわからないんだけれども、どうせ可愛い女性は褒められ慣れているから褒めない方がいいんじゃないかっていうふうに思う人いるんですよ。だけどね、逆にみんなが褒めてくれるのに褒めてくれない人って女性からすると嫌な人なんですよ。どんな女性だって褒めてもらったら嬉しいんですね。なので褒めるっていうのは、どのね、モテそうな女性であれな、どんな女性であれ、絶対に相手を不快にすることはないですし、相手をいい気分にするのが褒めなんですよ。なので褒めるということをもう躊躇せずに、自分が本心で思った褒めは相手に伝えるようにしてください。で、身体的なことはダメですよ。胸が大きいねとか、そういうのはダメだけれども、でも、例えばすごくね、ワンピース可愛いねとか、私今日美容室行ってきたんですけど、美容室行ったのとても可愛いねとか、似合ってるよとか、そういうのはすごく嬉しいので、躊躇なく褒めるっていうことをしてあげてください。はい、そして2つ目。2つ目はですね、抜けているところがある。これが女性の弱点です。要は、結構バリバリ働いている女性っていうのは誤解をされやすかったりするんですね。で、バリバリ働いている女性だったりとか、強そうに見える女性って結構本当は抜けているとこがあったりとかするんですよ。で、そこがしっかりしてるよねって言われてしまうと、すごく嫌な気持ちになるんですね。女性として見られてないみたいに思ってしまうんですよ。それよりは、なんかしっかりしてそうに見えて、そこはそこですごい素敵なんだけど、ちょっとおっちょこちょいなところもあって可愛いよねとか言われると、あ、なんか私のことすごい見てくれてるっていう風に思って肩の力抜けるんですよ。あ、ここに私のことをよく見てくれている人がいるんだって思ったら、あなたにすごく多大なる好意を寄せるようになります。なので、抜けているところがあるという弱点を見抜いて続いてあげるっていうことがすごく大事になってきます。はい、そして3つ目。3つ目はですね、不安があります。女性はいつだって不安を抱えてたりするんですね。男性よりもとても安心というものを欲していて、なぜ安心が欲しいかというと、とても不安だからなんですよ。っていうのも、子供を
を産み育てる、そういう生き物であるからこそ、要はお腹の中に赤ちゃんがこう入る可能性があるんですよね。だからこそ不安なんですよ。未知の世界じゃないですか。こっから人が生まれるわけですから。そういう生物なので、常に危険を感じたりとか、自分を守らなくてはいけないっていうものが生物的に備えついてるんですね。なので、その不安があるところを優しさで包み込んでやったりとか、守ってあげたいって思うよっていうことを伝えてあげると、相手の女性はすごく安心します。女性ってすごい不安だよねって、だってこういうことあるもんねって言ってあげて、だから守りたくなるんだよねってことをさらっと言ってあげると、女性はとても安心したりします。はい、そして4つ目はですね、一人で頑張ってしまうという弱点があります。女性って結構我慢強かったりするんですよね。多くのお母さんを見ていただければわかると思うんですけど、お母さんとかってすごいいろんなことをこなしたりとか、なんか我慢してることって多いなっていうイメージの人も多いんじゃないかなって思うんですけど、結構女性って例えば体調が悪かったとしても、子供がのご飯を作んなきゃいけないとか、自分の体調が悪かったりコンディションがベストじゃなかったとしても、人のために何かをしなくてはいけないっていうものがもともと備えついてるんですね。だから多少のことで弱音を吐けなかったりするんですよ。もちろん男性もそういうところあると思うんですけど、女性の方がやっぱりこう体力的とかそういうものは男性より弱かったりするので、一人で頑張りすぎちゃっている女性すごく多いです。そこをつついてあげる。一人で頑張りすぎないでね。たまには発散することも大事だし、僕がたまにの発散にね、ぜひ付き合わせてほしいよみたいなことを言うと、女性はすごく嬉しい、あなたのことをすごく信頼する人になったりしますので、ぜひね、その一人で頑張ってしまうっていう弱点をつついてあげてみてください。はい、そして5つ目はですね、特にアラサー、アラフォーぐらいかな、なので結婚していない女性は自信がありそうに見えても自信がない女性もたくさんいるんですね。なのでその自信のないところをつついてあげる。要は、いつもよく頑張ってると思うし、なんかね、すごく魅力的だよみたいなことを伝えてあげる。そうすると、あ、私がやっていることってちゃんと見てくれてる人がいるんだっていう風に、それがあなたの一言がね、自信になったりするんですよ。何をやってあげなくても、そうやって女性がこう弱点を見抜いてもらって、そこが大丈夫だよって言葉で言ってあげられる男性、もちろん行動できたら行動してあげられる男性に対して女性は好意を持っていきます。何も難しいことはないです。そこをつついてあげる、見抜いてあげる、言葉で包んであげる、それだけです。なのでぜひね、これを頭に入れていただければと思います。ではおさらいしますね。まず1つ目、褒められるのに女性は弱いです。そして2つ目、抜けているとこがありますので、そこをつついてあげてください。そして3つ目、不安があるので、そこをつついてあげてください。そして4つ目、一人で頑張ってしまうところがありますので、そこをつついてあげてください。そして5つ目、自信がない女性もたくさんいます。あなたがそこの弱点を見抜いてつついて、ポジティブに変えてあげれば、女性はとてもね、喜んでいくと思いますので、ぜひぜひやってみてあげてください。はい、では今日も質問です。質問いきますよ。これもイメージしながら、答えてみてくださいね。で、概要欄にね、コメントしていただけると私もとても嬉しいです。では想像しながら、あなたが大好きな女性と結婚することになったら、子供は欲しいですか？そして子供欲しいとしたら何人ぐらい欲しいですか？大好きな人と結婚した姿を想像して、子供何人欲しいかなって話し合ってる姿を想像しながら、コメント欄に書いていただけると、あなたの夢が現実になる日は近くなると思います。はい、ではですね、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロン、クラブハウスのお友達を募集してます。LINE に質問いただければ、たまにね、ゲリラライブやりますので、そちらでね、お答え、できるだけ多くの方にお答えできればと思ってますので、ぜひぜひ質問もいただければ嬉しいです。はい、ではですね、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。
また明日。